してる。ただいま。おかえりなさい。もしもし。あ、秋彦さん。大丈夫？大丈夫です。でも、パソコンを見ることができませんでした。ごめんなさい。謝らなくていいよ。無理しなくていいから。でも、早くネットの目的を突き止めないと。私、明日、父親のアンドロイドがどこに行くのか調べてみようと思うんです。え？尾行するわけ？はい。じゃあ、僕も行く。じゃあ行ってくるよ。はい。お気をつけて。今出ました。わかった。反対方向です。電車には乗らないんだ。ってことは、この近くで何かやってるのかな。どうなってんだ。内緒でジュースでも飲もうか。はい。はい。ありがとうございます。先生、聞いてくれる？うん、聞くわよ。私も自己嫌悪バリバリ。中田さんは悪くないのに。分かってるのに。分かってるのに？ひどいこと考えちゃう。うん、ひどいことって？中田さんに矢が当たればいい。思ってるだけならいいわよ。本当にやったら大変だけど。でも本当にしちゃうか。本当にしても大丈夫かもしれない。え？これは
あなたと私だけの秘密よ。以前アンドロイドの事件があったじゃない。初めは信じられなかったけど、荒木先生やみんなの話を聞いてるとちゃんと辻褄が合ってるわけ。それでね、私考えたんだけど、もしその話が本当だとすると、ネットという存在がまた何かしてくるんじゃないかって。でね、いろいろ気をつけて見てたの。そうするとあの中田さんってなんか変なんだよね。いやでも私の考えすぎかもしれないから人には絶対言わないでほしいんだけど。そういえば渡辺くんが初めの頃、中田さんがアンドロイドの女の子に似てるって言ってたんです。うん、あの本郷玲子とかいう子。そうです。まさか中田さんがアンドロイド、もしかしたら渡辺くん中田さんに騙されてるのかな。いやだ、もしその話が本当なら渡辺くんまた誘拐されちゃうじゃない。どうしよう先生。待って、やらさん落ち着こう。今私たちが話したことは全部勘違いかもしれないんだから、誰にも言わずにもう少し様子見てみようよ。渡辺くん大丈夫かな。大丈夫だと思うけど。うわ、しまった。ソイレかいだな。ソイレかい、嫌な言葉だな。なんかアンドロイド事件を思い出すよ。まあ、気ぃついた時にはあいつもこいつもアンドロイドやったからな。鈴くん、小林くん、緊急事態。ボディーガード再結成よ。え？は？マジで？わかんないけど。あのひろこさんのクラスメートですけど、ひろこさんいますか。ひろこはまだ帰ってないんですけど。そうですか。どう見ても人間やな。すいません、また来ます。おばさん、アンドロイドじゃないですよね。すいません、冗談ですよ、ごめんなさい。すいません、ひろこはまだ帰ってないんですけど。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 ひろこはまだ帰ってない。あら、あなたお帰りなさい。
後はあんな風になるんだ。そんなことさせない。君は僕が必ず守ってみせる。でもアンドロイドの代わりはいくらでもいるのよ。そんなことない。君は君だけだ。中田さんは外見は君に似てたけど君じゃなかった。僕にとって君は君だけなんだ。ありがとう。そろそろ風呂に入るか。溜まるまで仕事でもするか。回収なんかさせるもんか。ねえ、もういいからそのうちを出て僕ん家に来いよ。もう少しネットの計画を探らないと。それより君が危ないじゃないか。でも明日になればアンドロイドの行き先が分かりますから。じゃあ明日それを突き止めたら絶対そのうちを出るんだよ。分かったね。学校の方に行くぞ。学校だ。どうして？わからない。とにかく行ってみよう。渡辺くん、話がある。今それどころじゃないんだ。じゃない？お前は本郷玲子。どうだったかな、中田ひろ子としての束の間の人間気分は。お前は中田ひろ子になりたかったのだろう。私の正体を捨ててどうして。本当に人間らしくなったな。手を離せ。お前はお前の望み通り人間らしく生きていればいいのだ。それがお前の使命なのだから。それが使命？だがいずれお前は我々のもとへ戻ってくるだろう。今は人間になりたいと願っているかもしれないが、そのうち気づく。アンドロイドでよかったと。まあせいぜい人間に近づくんだな。身勝手な人間たちに振り回されないように気をつけたまえ。じゃあな。